はいどうも皆さんこんにちは、ゆぱろです。本日はですね、深淵の渦攻略応援フェス、これをねやっていきたいと思います。本当はね引く予定はなかったんですけど、ギルティギアのコラボでクエストをねやっていったら、まあその物語見てると久しぶりにね給料のお話を聞けたんで、なんかねいいなと思って、もともと給料は結構好きな話だったんで、で千鳥僕持ってないんですよ。千鳥がなんかすごいいいお話があるようなことをねどっかで見たんで、ちょっとね千鳥が欲しいってのもありますし、一人も持ってないんですよ。まあシュザーは、まあ、持ってるんですけど、まあ、そこまで欲しいとは思わない、そういうキャラクターなんで、まあ欲しいキャラクターが2体いるんで、まあ、今日は、まあ、一応千鳥狙いで20回、最大で20回まで回していく形になるかなと思います。っていうわけで早速ね引いていきましょう。よし、これ出てくれたら嬉しい。雪の城、おお懐かしい、強化だ。あ、やった、一人当たった、嬉しい。俺結構賢いの、わかるか。そうか、わかるか。うん、終了ですね。一人が当たりましたね。はい、まあこの流れだと引かざるを得ないですよね。まあ、この後ね、まあ今撮ってるのが6月30日で、もうギリギリなんですよ、このフェスが。だからね、どうしても今引かざるを得なかったんで引いてるんですけど、うわ、出るかな。ああ、サコン出てましたね、ギルティ。ギルティって出てました、サコン。ああ、やった、2枚目。やった。いや、いいですね。いや、一人に関しては、深淵の渦で普通に使えるなと思ってたんで、いや、普通にありがたいですね、これは。うふーい、結局出てこないのか。そうか、まあまあ、いいでしょう。プレゼントでね、もらえるんで。太平の読めないですね。殺すは二流、生かせば一流、守れぬ剣など生くらです。うん、はい、というわけでね、千鳥が1枚と1人が2枚ゲットできました。まあ、1人に関してはね、普通にこちらに書いてある通りの深淵の渦で使っていくかな。強ければそれで使っていくかなと思います。一応ね、これ今回給料編やったんですけど、生徒も同じくやってまして、これはちょっとね、僕もフローリアしか持ってないんですよね。このランスバーンと、誰だっけこの人。ベルフィードっていう人。で、この2体に関しては僕持ってないというか、ガチャをしてない、その時期ちょうどやってなかったかなっていうのがあって、ちょっと持ってないんですけど、まあ十分キャラクターは揃ってるので、特に引くことはないのかなっていう感じで今回はスルーいたします。で、ギルティギアもね、同じタイミングでフェスが終わっちゃうんで、最終的にね、なんか引くかもしれないとは言ってたんですけど、ちょっとこの千鳥ね、千鳥を引きたいがために今回はちょっと遠慮しました。はい、てなわけで最終的にどれだけ揃ったかというと、まあ
ダブルエスレアで言ったらこんな感じですね。ソルが3凸、ディジーが3凸のエルフェルトは1枚だけでしたね。まあ理想を言ったらエルフェルトがもうちょっと欲しかったかなとは思うんですけど、思いのほかね、エルフェルトの必殺技とかがちょっと若干使いづらかったかなっていうのがあったんで、まあソルがね、やっぱ強いっていう風なことが結構流れてた、噂が流れてるんで、ソルがね、まあこれだけ強化できたのは、まあ非常に良かったかなと思っております。そしてですね、本日の、3時から、レジェンドフェスが始まります。これね、僕気になったのが、4周年記念第1弾って書いてあるのがすごい気になるんですよ。まあ4周年がね、始まった時に、これだけじゃ終わらないっていうのはもちろん分かってるんで、そうなった時に何が出てくるのかが非常に気になる。うん、まあ、もちろん今回出てくるキャラクターも強いんですよね。テレサか。テレサがね、戦士だったら、みたいなね、話が結構出てるんですけど、まあ、まあ、今回に関して引くかどうかはね、正直言ってまだ微妙なところなんですよね。また更新されて、どんな能力があるかっていうのを見定めてから引いていく形になるのかなと思います。まあ、僕の予想では多分、4周年記念で第2弾とか3弾とかでなんか強いキャラクター出るんじゃないのかなとは思ってるんで、あんまり引きたいなとは思わない。やっぱこういう記念日っていうのは最終的なところでね、一番でかいの持ってくるのが大体だと思うんで、まあ、今回はね、しっかりと見定めてやっていきたいと思います。ってなわけでね、本日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画を見て面白いと思った方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。